はい、どうもタンタンです、カニレアウクレレ入荷してきております。こちらのモデルが、KCS-C プレミアムというモデルでして、 KCS、非常にこうシンプルなデザインなんですけれども、ヘッドが特徴的で、この非常に薄いスロッテッドヘッドになってまして、この後頭のステルスキーといわれる非常にちっちゃい軽いペグがついている、これがまあ特徴ですね。これによってまあヘッド側が非常に軽くできている。なのでこれはね、 KCS-C の2018年バージョンなんですね。ここ見てもらうと分かるんですけども、丸い穴の開いたブレーシングになってまして、18年のバージョン、ちょっとツヤっぽさが特徴ではあるんですけれども、ヘッド側がすごく軽くなっていることで音が結構軽やかになってますね。弾いた時なんかも非常にこう音の一個一個の粒立ちがカリッとはっきりした感じなので、そういったのも非常にいいかなと思います。ハイポジションの音もすごくしっかりは出ますね。カリッとした感じの音かな。どちらかというとこうツヤっぽくサステインのあるっていうのは、やっぱりヘッド側がもうちょっと重い方が多分出ると思うんですけれども、これはこれで非常に軽やかな軽快な鳴りのする一本かなと思います。という感じで、まあ、こう弾いてこう抱えててもね、やっぱりかなり軽いなっていう印象はやっぱり受けるで、ヘッド側が特に軽さがあるので、そのあたりこう音抜けの良さっていうのには非常につながっているんじゃないかなと思います。ただそれスロッテッドヘッドで、ここにまあヘッドのところですね、ここはやっぱり弦の角度非常についているので、しっかりとしたテンション感はもちろんあるので、そのあたり、カリッとし歯切れのいい音がよく出るんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら、カニレアウクレレの、KCS-C プレミアムというモデルですね。 KCS このスロットヘッドこの薄いスロットヘッドが特徴のこちら KCS モデルのコンサートのプレミアムグレードですね。これまた非常に装飾とかは全然ないんですけども、非常に綺麗なプレミアムグレードのコアが使われた一本になっておりまして、こちら2018年バージョンのブレーシングを持つ個体となっております。18年バージョンはもう本当に数少なくなっております。ぜひお早めに、18年版をご検討されている方なんかは本当にお早めにお問い合わせをいただければと思います。それではタンタンでした。